木下優香です。今日はね、じゃん、エースコックから出ている絶辛豚キムチ油そばですね、10個食べたいと思います。いや、ちょっと絶辛私は初見ですね。ちょっと絶辛という言葉に初めて会いましたね。怖いですね。カラス絶叫級ってホラー映画のポスターみたいな感じですね。めっちゃ煽ってくるやん。スーパーカップルで豚キムチってありましたよね。あの昔論文がブッテキムブッテキムって宣伝してましたね。最近テレビ見ないからわかんないんですけど、それの油そばバージョンですね。いや、めっちゃ楽しみです。私豚キムチも好きだったから、最後にねスープにご飯入れるのがねジャスティスなんですよ。で、今日はその油そばをねトッピングして食べたいと思います。ちょっとねトッピング用意したいと思います。はい、じゃあ今日はですね、こちらで中身の紹介をしていきたいと思います。はい、絶辛豚キムチ油そば、辛さ絶叫級ですね。なんかめっちゃホラー映画みたいですよね。開けますと、あ、これちょっと間違えた、これ、ここに湯切り口が、まあ私はね、あの普通の人はこれ全部開けちゃいけないんですけど、私はもう10個まとめてお鍋で茹でるので、まず、あ、切っちゃいます。で、中身はスパイス、調味だれで、かやかですね。キムチとか豚肉が入ってます。で、麺はこんな感じです。じゃあこれをですね、3分茹でる感じです。はい。あ、今気づきましたけど、カルシウムたっぷりだそうです。ちょっと慎重に悩んでる方、どうですか？じゃあね、全部10個まとめたいと思います。材料です。卵、キムチ、おネギ、豚バラ肉、キャベツ、もやし、ニラです。じゃあキャベツを切ります。じゃあキャベツはですね、芯から上の部分をまず半分に切って、で一口大に切ります。で、この芯が残った部分は芯を避けて切ります。今回は一口大ですね。はい、豚肉も一口サイズ。で、ニラを切ります。ヘタはちょっと落としてあげて一口大ですね。はい、油はごま油を引きます。さっき切った豚肉を引きます。で、ニラとキャベツを入れます。で、もやし、キムチ、で、お醤油を回し入れます。美味しそう。じゃあ麺を茹でます。で、かやくも入れます。ソースなどを混ぜていきます。じゃあまずは調味タレをかけます。ちょっとなじませて、まあ、なんかすごいいい匂い、食欲そそる匂い。で、粉末スープをかけます。粉末ソースか、なんか中国の食堂の人。はい、じゃあ山頂にある卵をねちょっと割りたいと思います。はい、割ります。あーむずいな。はい、じゃあ割ります。あ、漏れた。イエーイ、じゃーん、完成です。いや、すごいですね。チョモランマですね。はい、目玉焼きはね全部これ19個乗ってます。なんか20個乗せたつもりだったんですけど、なんか1個消失しましたね。ちょっともうすぐ夏だからかな。ちょっとメルがロンが耐えたかなって一瞬思ったけど、ちょっとロンが耐えてねえよって言ってましたね。耐えてないらしいです。すいません。いやー、実辛ですかね。どんぐらい辛いでしょうね。まあ食べてみたいと思います。いただきます。豚キムチとかもね作ってのせたけめっちゃ美味しそう。いや、麺がめっちゃ赤いな。ちょっと待って、その前に今日のドリンクタイムです。今日のドリンクはですね、じゃん、カルピスソーダのぜいたくマスカッツ。なんでこれを選んだとかって言ったら、カルピスってちょっとお腹守ってくれるじゃないですか。で、ちょっとこの辛いの今日食べるから守ってもらおうかなっていう。乾杯。
うん、冷たくて美味しい。あ、すごいマスカットの香りがしますね。すごい、収穫後24時間以内搾り汁だって。でもこれ搾り汁じゃないと思うけど、読み方があると思うけど、ちょっと今わかんないですね。マスカットオブアレクサンドリア塩、初めて聞いたな。美味しい。めっちゃなんかほんとブドウが香り高いです。でカルピスの感じも出てた、いいですね。うん、メモよー。あ、韓国語で辛いです。まあでも結構最初旨味が来るんですよ。で後から辛味が来るみたいな、それ系ですね。目玉焼きをね、何のために私は20個作ったかというと、辛さのお助けアイテムですよ。卵はマジで辛さを抑えてくれますからね。あとはマヨネーズ、うん、うまーん。辛さを抑えてくれる上にさ、美味しさを増してくれるやん。最高だよね。うん、あ、いいね。マヨネーズいらんかも。スタキムチ、うん、おいしい。ご飯が欲しい。うん、高いね。やっぱり卵食べんと辛いな。豚キムチのあのスープの旨味もすごいよく出とって、その後辛さもすごい来るって感じなんやけど、まあ美味しい、美味しいですね。ネギダクで、あ、トッピングをたくさんいけば、まあ目玉焼きを食べればいける辛さですね、これは。何にもなかったらこれいけんな。めっちゃ辛い。辛い、辛いけどでも美味しい。この辛いのがいいよね。あと野菜と食べても結構柔らかい。野菜って偉大。はあ、辛い。メモよー、メモよー、ブタキもメモよー。カルピスのあれかな、カルピスが辛さを増した気がする。え、なんか突然辛くなってきたぞ。マヨネーズの力を借りようかな。油の呼吸11の方、マヨネーズ。はい、鬼滅全然見てないんですけどね、すいません。ちょっとやりたくなったね、みんなやってるから。ネギの呼吸、あ、もういいね。うん、やっぱマヨネーズかけると辛さ抑えるわ。まあでもつけすぎるとほんとマヨネーズの味になっちゃうかな。マヨネーズネギダクはめっちゃうまいですね。たこ焼きとかでも人気のトッピングやもんね。うん、生卵をつけ麺にして食べても美味しいよね、焼きそばって。じゃあその食べ方しようかな。あの食べ方正義だよね。じゃあジャスティース。うん、美味しい。卵の呼吸、辛くないし。あー、卵、生卵一番なんか手軽でいいね。そこはでのお皿でした。すいませんでした。今回も作業をしてしまって、いいサムネが撮りたかったという私の努力でございます。一人でもたくさんの多くの方に
私の動画を届けたくて言ってしまいました。まあね、まあまあ、メインの量はね変わらないんでね、まあ、意外と盛ると少なく見えるんよね。私は 3D じゃん。でも YouTube の画面は 2D じゃん。少なく見えるんよな。はい、すいませんでした。まあ、10パックプラス、あの、具も結構乗せたからね。まあ、結構ありますね。でも美味しい。まっすよ。好吃。やみこういう鍋あるよね。いや、なんかでも最近ね、めっちゃ肩が怒るんよね。どうしたらいいと思うみんな。私でもね、ちょ、思うんだけど、咀嚼から来る肩こりかなってずっと思っとって。物を噛むからさ、続くことは職業病か。ちょっとお皿が邪魔やね。さあ、あともうちょっとですね。いただきます。うん、はあ、ごちそうさまでした。豚キムチの油そばめっちゃ辛いんですけど美味しかったです。辛いの好きだけど苦手だって、私みたいにね苦手だって人は生卵とかをねまとわせ食べると結構美味しくいただけるかなと思います。辛いのが得意で辛いのが好きな人は満足できると思います。今日飲んだこのカルピスソーダ贅沢マスカット、こちらも美味しかったですね。この夏にねいいですね。さっぱりした感じでスカッとしてて、マスカットが香り高くて美味しかったです。いやー、インスタントはね、新商品がどんどん出てきてくれるから飽きないですね。じゃ、とても美味しいので、皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて笑顔で過ごせますように、レッツイート&ハッピー!皆さん、うがい手洗い忘れずに毎日健康に過ごしましょう。バイバーイ!